マッカーサーラインとは、第二次世界大戦後の日本を占領統治していた、連合国軍最高司令官総司令部の文書スキャッピン大戦33号、日本の漁業及び捕鯨業に認可された区域に関する覚書によって決められた日本漁船の活動可能領域のことである。同時代の日本語の資料では、マッカーサーラインと表記される。 GHQ のダグラス・マッカーサー最高司令官の名で発せられ、スキャッピンにより決定されたことから、この名称で呼ばれることになった。朝鮮半島南部を軍政統治していた、米軍政府はマッカーサーラインを任意な線としており、GHQ による統治の都合上設けられたものであり、最終的な措置でもなかった。スキャッピン七十七号第六項にも、スキャッピンによる施策が、 連合国の最終決定ではないと述べられている。サンフランシスコ講和条約締結に伴って廃止されたが、日本海海域においては、代わって、韓国大統領、李承判によって一方的に李承判ラインが設定されたことにより、国際問題となった。ありがとうございます。